はい、今日はね、また別日なんですけれども、三菱のアウトランダーっていうね、車がね、見つかりましたので、ちょっとね、フォードをね、決断する前に、もう一台ね、見てこうかなと思っております。で、逆に他のね、車もね、試乗しといた方が、逆にね、決断つくかなと思ってるんで、ちょっとね、最終ね、今日、三菱の方向かっております。では。つきまして、在庫について確認してもらっています。Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change.So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Yeah, かなりかっこいいんじゃない?いやー、これにしました。ついに。I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. はい、無事ね、ディーラーから帰ってきて。車で運転してきました。いや、右レーンがね、マジ慣れないですね。これ左にハンドルがあるんですよね、こうやって。左にハンドルがあるんで、ルールも全部違うんですよ。で、ギアをね、変えるときもね、この右側に、これがね、あるんで、感覚がね、つい左手が出ちゃうんですよね。だからそれがね、すごい、不自然でしたね。まあ、高速乗って、で、まあ、ここに一般道に来るまでね、だいたい30分ぐらい運転したんですけれども、まあ、ルールが違いますね。あと結構やっぱりクラクション鳴らしたりとかするのがやっぱりアメリカで普通なんで、そこら辺もね、気にしないようにしないといけないんで、そのね、っていうところもありますね。で、まあ、一時停止がすごい多かったりとか、あとこう、今ね、縦列駐車、こういう風にしてるんですけれども、この縦列駐車のテクニックがないと、かなり駐車するの難しいですね。で、東京でね、縦列駐車私したことほぼなくて、なので、もう前と後ろ怖いんですけど、これバックモニターがついてるんで、まあ、いくらかいいですね。バックモニターなかったら、俺、縦列駐車できてないですね。どこまで下がったらいいのかわかんないんで、だからバンパーぶつけちゃうっていうのは、車がめっちゃ近いんで、しょうがないのかなっていう風に、今ちょっと思いました。こう、縦列駐車してみて。いや、当てないの無理でしょって思うぐらい難しいですね。はい。とにかくね、買いました。じゃあね、ちょっと、まだ今中にいるんで内装をじゃあ、見させてください。はい。ちょっとね、今暗いんで画質ちょっと悪いっすね。なんですけど、こんな感じで、はい。でね、これね、なんでね、これ、いいか、これね、なんでね、これいいかっていうとね、レザーなんですよ。レザーシートなんで、私の帽子があそこになんかね、ずさんに置いてるんで取らなきゃいけないんですけど、この、レザーシートなんですよ。このレザーシートだけでもね、ここら辺もね、全部レザーなんですよ。で、ここら辺もね、ダッシュボードも、まあ、プラスチックなんですけど、まあ、レザーのある模様がね、入ってるんですよね。なんでね、これだけで、全然ね、座り心地も全然違うんですよね。で、さっきの三菱も乗ったんですけどもね、もう比較にならないぐらいだったんですよね。で、青いね、フォードの車でね、これね、乗り比べちゃ、試運転しちゃったらね、もうね、違いが歴然すぎて、20、30万払ってもね、新しいこっちの車がいいっていうのがね、一発で、感じましたね。うん。もう運転のし心地が違うんですよ。アクセル踏んだらね、前のダッシュボードとエンジンがうーんって上がる感じだったんで、まあそれでも良かったんですけど、まあ、目線がね、SUV の方が高いから運転しやすいっていうのはあるんですけれども、まあ結果ね、予算と走行距離と、あと、乗り心地と、まあね、そういったフィーリングとか、あと内装とかの綺麗さとかね、やるとやっぱりね、SUV の方がやっぱりセダンより鉄の量が使ってる量とかも違うんで、高いんですよね。なのでまあね、やっぱりセダンになったのかなって急遽思いますと。はい。お気に入りはね、この前でね、ちょっとアストンマーチン風なんですよね。アストンマーチンの前のグリルってこういう丸いじゃないですか。それがね、ちょっとね、デザイン似てて好きなんですよね。昨日雨降ってたんですけど結構。あ、そんなにね、汚れてないっすね。いやなんかね、黒の車買うとめちゃくちゃ汚れるからやめた方がいいっていうのは結構言われるんですけども、雨降った後もね、そんなにね、気にならないっすね。うん、全然白くなったりとかはねしてないですね、全く。まあ、なんか1ヶ月間ぐらいずっと何もしなかったら多分結構白くなるのかなっていうのは思うんですけれども、今のところ大丈夫そうですね。全然意外と思ったより雨降ったらもう終わりなのかなと思ってましたけれど、全然そんなことなかったですね。はい、おはようございます。次の日になりまして、まあね、やっぱり車ね、昨日買ったばっかりなんで、まあね、結構ね、ウキウキしておりますね。なんかまあね、暇な時間さえあればね、運転したいな、みたいなね、気持ちがね、ありますね。やっぱりね、縦列駐車で、まあ、ぶつけるのが当たり前だと思ってる人が多いんで、まあね、夜なんかバンと音がしたりとかね、ピヨ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 みたいな車がね、なんかセキュリティの音が鳴ってる時にねいや俺の車だったら嫌だなみたいな、そういう心配はねすごいねありますね。ちょっとね、インスタのところでちょっと日本人の女性からちょっとフォローが来まして、日本のコミュニティみたいのとつながれる掲示板があるお店があるっていう教えてくれたんで、そこのね、お店ちょっと行ってみようかなと思ってます。でそこね、なんかね、焼きそばとかね、日本のね、お茶とかいっぱい売ってるっぽいんで、まあ、車でね35分くらいなんで、まあね、車でね、ちょっと行ってみてね、ブラッとしてみようかなと思っておりますと。インスタグラムのね、やっぱりね、ハッシュタグで、まあなんか自分のその発信したいこととかね、つぶやくとそこで検索して、それでね、こうそこで交流が生まれるっていうのがね、初めて経験できたんで、まあインスタのハッシュタグって結構なんかね、すげえ大事だなっていうふうに思いましたね。はい。ではでは、ちょっと話しすぎたんで、ちょっと早速行っていきたいと思います。はい。